国交通貨単位である抜きを用いて表した統一的な土地制度、税制、軍政のこと。主に戦国時代、食法期の戦国大名の両国において普及し、統一的な負荷基準として、事業薬や軍役、諸役負荷体制の基礎となった。鎌倉時代、室町時代には、電磁の面積は、その他で収穫することのできる、平均の米の量を通貨に換算し、 を単位として表されたこれを神高と言い,い、それを税収の基準にする土地制度を神高制と呼ぶ。同じ関数でも土地の条件などによって実際の面積は異なることになる。これは米で納めるべき年貢を銭で代納する分銭に由来するもので、武家の治行法も抜きで表し、神高に基づいて負担する軍役を定めた。 これに対して、領主側も用途に応じた、標準間高を定めて、把握に努めた典型的なケースとして、相模国のご法上詩を挙げると、谷は一段あたり500分、畑は一段あたり150から200分を、標準として、永楽銭あるいは大納として、米で納めさせた。同志の制度では100分を、米1と2から4章に換算された。なお、永楽銭で納付させた。 神田家政を特に長田家とも称した。特に戦国時代においては、自給自足体制の崩壊とともに支配階層の貨幣に対する需要が高まったことから普及する。戦国大名の神田家政は、黒人領主層や在地少量主層を、事業性により、家臣団として編成するのと同時に、年貢収守により在地支配を行うシステムであると位置づけられているが、 在地掌悪の程度についてはこれを不掌悪であったとする藤木久と十分な掌悪がなされていたとする長原慶二の説がある。しかし当時の日本は貨幣を自給できなかったことやビタ船の問題もあり、神田化成の普及に伴い、それを維持するに十分な貨幣流通量を確保できなくなった。戦国時代後期には銀生産量の増加や、 西国流通経済の活性化などから、銭に代わって、銀や米が価値の基本となりつつあったために、神田化成は経済的に混乱し、やむなく米などによる大農も行われていた。そのため、安土桃山時代においては、豊臣秀吉による大港検知によって、地行工は支給される米の容石による石で表されるようになった。江戸時代においては、 貨幣の製造が行われたものの、国高制が維持された。なお、神高を国高に換算すると、全国的に一貫分イコール二国であったが、一部の地域では、差異があり、江戸時代も神高制を続けた仙台藩では一貫分イコール十国であった。ありがとうございます。